なんか久しぶりの感じでやっぱ嬉しいっす。今日はバレンタインデー、フォーク好きってのイケメンバンドに女性ファンはメロメロ。お願いします。そしてキャンプ初めての紅白戦、藤井大関が登板。開幕当初の行方は、しっかりそこに向けてやっていきたいと思います。そこを狙っていくつもりでこれから準備しようかなと思います。悩める大砲リチャードにも特大の一発、詳しくはこの後。いよいよ今週の土曜日に開幕戦を迎えるアビスパ福岡が今日練習を公開しました。開幕直前だけあってサポーターもぎっしり。選手たちは実戦形式での連携プレーなど試合に向けてイメージを高めていました。新キャプテンはディフェンダーの奈良達希選手、ファイトあふれる守備でチームを支えます。いよいよ始まるんだっていう、ワクワクと嬉しい戦いが始まるっていうところの、そういう気が引き締まるそういう思いです。そして新加入の今野和也選手は早くもサポーターから博多のメッシと呼ばれるドリブラー、得点力のアップに期待がかかります。そこは多分みんな期待してくれてると思うので、一つでも多くチャンスを作ってゴールアシストを数字残せればいいかなと思います。アビスパは今週土曜日にアウェーでヴィッセル神戸との開幕戦に挑みます。また25日にはセレッソ大阪とのホーム開幕戦を迎えます。こんばんは。さあそしてね、ホークス情報、今日の目玉といえばやっぱりね、紅白戦になりますかね。誰がアピールにね成功したんでしょうか、見ていきましょう。どうぞ。第3クール最終日の今日はバレンタインデー、チームきってのイケメンバンドは、いや、これといった思い出はそんなたくさんもらったとか、なんか面白い逸話とかもないですし、いやそんなに特にないです。そう言いながらも大勢の女性ファンからチョコをゲットしたイケメンバンド、ホークス一のモテ男、羨ましいですね。午後からはこのキャンプ初の紅白戦、来月の開幕に向けいよいよサバイバルレースが本格化します。白組の先発としてマウンドに上がったのは今シーズンから先発に転向、開幕投手も視野に入れる藤井。藤井は1番の三森を見逃し三振に仕留めると、3番牧原を習得中のカーブで追い込み、最後は内野ゴロに打ち取ります。続く2回、連打でワンアウト1塁2塁のピンチを迎えますが、ここは伝家の宝刀フォークで連続三振、2イニングを無失点とまずまずのピッチングを見せました。いい球もあり悪い球もあり、はい、現時点ではいい感じかなと頑張ります。はい、まあ、言われれば、はい、しっかりそこに向けてやっていきたいと思います。赤組の先発はこちらも開幕投手を狙う大関。大関は先頭の周東をセンターフライに打ち取り、1回を3人で片付けると、2回も4番の栗原を変化球でライトフライ、最後は正木を空振りの三振に切って取り、2イニングをノーヒット、こちらもアピールに成功しました。まずはしっかり結果を出しに行くというところを意識してやったので、監督からもその候補の名前に挙げていただいているので、しっかりそこを狙っていくつもりでこれから準備しようかなと思います。また白組の3番手で B 組から合流した高橋純平が登板。高橋は先頭の野村勇を変化球で見逃しの三振、ランナーを1人許しますが、最後はホーキンスから空振りの三振を奪う好投を見せました。一方野手で存在感を放ったのがこの男でした。一軍生き残りをかけるリチャードが第2打席で初球を捉え、バックスクリーン右へ紅白戦チーム第1号、
自慢の長打力で首脳陣にアピールしました。ホームランを打つために練習はしてたんですけど、まあ、こういう形でホームランとかは出てきたので、はい、まあ、少しは自信になるかなと思います。そして紅白戦終了後、再びグラウンドに現れたのはギータ。主砲がこのキャンプ初めての居残り練習。序盤はフルスイングを抑えたように見えましたが、徐々にギアを上げ特大の柵越えを披露。これで終了かと思いきや、仕上げにティーバッティングも。気合のちょんまげヘアでおよそ1時間バットを振り込みました。やっぱりね、この紅白戦ともなると、このピリッとした空気が ね伝わってきていいんですよね。川崎さん、いかがですか。僕はですね、藤井さんを見てると、かつての摂津忠さんを思い出すというか、結局中継ぎエースから沢村賞まで取る方になったじゃないですか、はい、でフォームも含めて、なんかもう今年もう先発としてものすごい成績残すんじゃないかなと感じています。楽しみですよね。首脳陣もね、先発投手は12人ほど候補がいるということです。ここからね、これ6人に絞られるわけですから、まだまだサバイバルはね続く様相でございますけどもね。藤本監督はね、第4クール中には開幕投手をね決めたいともね話してますしね。対戦相手開幕はねロッテマリーンズなんですけどもね、ロッテの開幕投手は石川投手というのは決まりました、はい。さあ、そしてね、熾烈なアピール合戦繰り広げられておりますが、一方でこのね筑後も盛り上がってますから、見てくださいよ。どうぞ。先週末、キャンプ地宮崎では大勢のファンで盛り上がりましたが、筑後も負けていません。さまざまなイベントが行われ、大にぎわいでした。楽しい。どんなところが楽しい。なんか全部選手顔負け、ふわふわ遊具でたくさん体を動かせば。こちらのお子さんは選手と貴重なツーショット。他にも憧れの選手のサインを間近でもらえたりと、大勢のファンでにぎわいました。そんな大盛況のタマスタ筑後ですが、ひときわ目立つ長蛇の列が。ここは球場のカフェテリア。そう、ドラフト4位ルーキーの大野和夫投手が一日店長に変身。カレーと唐揚げと、ポテトです。自分が食べたいぐらいです。カレーライスなどお昼ご飯を手渡しでもらえる夢のような時間なんです。男前からの提供にファンはご満悦でした。魚か男からもらうカレーっていうのはやっぱ美味しいですね。やっぱ男性のファンがね、これを言うということはもうよほど素晴らしいですよね。もう筑後のファン感謝デーみたいになってましたけどもね、はい、この距離の近さというのも筑後の良さですから、皆さん宮崎にね負けないぐらい賑わってますからね、ぜひとも足を運んでくださいね。お願いいたします。